一致はメールアドレスを変更してお知らせを一斉送信したんだ。だけど知らない人にも届いてしまったことがきっかけで喧嘩になったり、お友達になれそうな人ができたよ。だけど突然返信が来なくなってしまって。間違ってメールを送ったら喧嘩売られたんだが安価メールでやり返す。立ててみた。一斉送信に返信したら知らない人にもメール送ってしまった。そしたら喧嘩売ってきてるような返信が来た。まずメールの内容を探せ。メアド変えました。了解、いつ飲みに行くよ。ここで間違いに気づく。慌てて。iPhone のせいで関係ない人にメール行きました。すんません。謝っているのにすんません。恥を知れ。礼儀も知らんのか？ってメールが来たんだ。とりあえず順に。礼儀とは何か、ぜひ教えてください。送った。スペック。スペック。俺、24、男。相手、不明。全く知らん人に送ってしまったけ。なんでそんなのがアドレス帳に入ってるの？一斉送信したメールに対して返信したら、一斉送信されたアドレス全員に返信されたみたい。返事来ない。他2名の知らんアドレスを入手したから返事来るまで。そいつらに安価するか。ちなみに相手は俺のことを誰か知らない。男か女かも知らない。25、27。携帯に登録したいかが社名送って。25、送った。マグネや。27、送った。A、不明、喧嘩売ってきたやつ。B、不明、始まりは25。C、不明、始まりは27。B から返事来た。社名、何の？安価忘れた。32。笑顔、胃の一斉送信下げた人。だとしたが B と C に1のメアド投げない。そしたが一斉送信した人に聞くが出るんでない。そうその通り、聞くられたらそれはその時。その可能性もあるけど大丈夫だろ。何の根拠もないけど。B から返事来た。俺の笑顔を何に登録するんだ。てかメール送る先間違えてないかい？アンカ、38。俺のはマグブがお前を欲しがっているんだ。38、オケ送った。返事来た。12に対して。しつこいね。こんなことして、バカ丸なし。あんたとか待っている。暇ないんだわ。フレンドリーな B とは真反対の A。38、これはひどい。38に対して。誰かわからん、差し支えなかったらお名前教えてくださいな。A のアンカ45、B のアンカ47。うへ、さあせん。おきまぐきまぐ成人です。47、オケ送った。B の反応が申し訳ねえ。B から返事来た。だから誰だよ、気になって眠れないよ。こいつ、なんで返事返すんだろ。アンカ、51。そうです。私が変なおじさんです。送った。全然面白い展開にならんな。ここでもう一度 A に送ろうか。アンカ57。56。なあ、スマグメしようや。57。送った。これは、返事が気になる。全然返事来ねえっすわ。明日の返事に期待あげ。明日が楽しみだな。まだ返事来ないのか。1です。残念ながら一切返事が来ません。せっかくだからメアド変更は、受信拒否まで復習メール送ろうかと思うんだが、どうしよう。返事来るような挑発メールがいいな。アンカ、A、78B、80C、82。おーい、なんだなんだよ、なんですか。その虫は、いいね、最高だね。愉快に素敵に決まっちまったぞ。おが、かっこよく返信メールしてみろっての。78、OK、送った。アマグブがお前の返事を待ってる。80、OK、送った。ちなみに A に送ったメールがメーラーデーモンから返信来た。B から返事来た。いや、だから誰なんだ、君はいい加減名前を教えてくれ。A の報復としてメアドを出会い系登録しておくわ。俺か。俺はアクセバゲータ、すべたもののベクトルを操ることができる能力者だが、まさかしがねえってわけじゃねえだろうな。B の返信に、84でいくわ。返事なしか。今のところ返事なし、つまらんな。返事来た。マジか、そんな大物が知り合いにいたとは。トスマンが社名は勘弁してくれ。写真とか写るの好きじゃないんだ。こいつ何者なんだ。アンカ、90。まさかお前、神ゾウって名前じゃねえだろうな。90、送ってみた。返事来たけど、残念ながら違うな。普通すぎて笑えねえ。アンカ、95。手が馬毛の T さんですか。95、送った。返事来た。寺で生まれた覚えはないし、イニシャルは T ではないが、こいつはもしかしてフラグ期待してんじゃねえだろうな。アンカ、100。99。じゃあイニシャル D。99。OK、送った。懐かしい。返信来た。そうそう、86で峠をズバーっとってなんでやねん。なんだこいつノリがいいぞ。アンカ、105。B は誰だかわからない相手にもとりあえず返信してくれるね。なあ、スマグメしようや。105、送った。どんな返事が来るのか。返事来た。意味がわからんよ、あと若干身の危険を感じるので勘弁してください。強気で言ったら返事来ない気がす。111。すまんな、
実は俺もあんたが誰かわからないんだけど、なんか遊んでみた。でパンツ何色？111、送信した。B は意外と面白いやつかもな。ちょ、返事来た。知らないのかよ。ちなみにパンツは紺色のトランクスだ。甲羅吹きそうになったじゃねえか、あんか。116。115、一斉送信したが知らないメアド紛ってたからメールしちゃった。ここから広がる友達のや、だろ。116、送った。返事来た。ありだね、たまにはこんな出会いもいいんじゃないかな。ありなのかよ、誰かこいつに変化球を。123。ゴリ押し、121。残念、君の返事はサーブだ。友達にならないか。ストレートこそホームランの近道さ。バッティングの基本だぜ。123、オケ送った。123の気合を込めて送信したぜ。ここで返事受信。これだけ長く対話してるんだからもう友達だな。そして明日朝早いから。もう寝るよ。お前らのおかげで友達一人増えたぜ。相手は寝るらしいから本日ラストアンカ。129。128。よかったぜ。なあ、つまぐべしようや。129。オケ、送った。またこれか。返事は明日だな。おつ。最終的にはアエグでメグに持ってきたいな。明日に期待。イチのリア友のあの変化が始まったかが、案外顔見知りかもしれんよな。イッチは他の人からの一斉送信をもとに自分のアド変を送ったみたい。女だったら最高なのに、こんなメールに返信する D って、どんなやつなんだろう。お師匠も友達と仲を深めようと思う。昨日のラスメから返事が来ないので親睦を深める気合の一発目を頼む。146。なあ、デュエルしようぜ。146。送信しました。A からの返事はもう期待できない。平日の成果返事が全く来ないぞ。返事が来たという理由はわからん。ちょっとそっけない。まあ俺もわからないけど。なんて返そうか。155。とりあえず自己紹介しないか。155。OK、送った。自己紹介。呼び名、スペマルマ。趣味、さすらいのジョニー。職業、無職。好きなもの、女の子。嫌いなもの、嫌いなものはあれです。テレビのリモコンです。よくてから滑り落ちますよね。恋人の産む恋人はいないけど好きな人なら、秘密だけどね。送った、向こうの自己紹介に期待。こんな形で友達ができて目から汗が止まらねえ。返信まだかな。返事来たぞおい。名前はジンオウガ。趣味はアワシライジメ。仕事は、無職、自営業。好きなことはハンターを倒すこと。嫌いなことはイビル城の乱入かな。ググったら MHP さんかよ。MHF しかやったことねえ。どう返信しようか。190。てか、187ってものっそい127な。ごめん、イビル城考えたのはいなんや。堪忍な。190。オケ送った。MHP さんやっていれば一緒に遊べたな。今かばかってこよう。193。PSP すら持っていない財布には1000円しか入っていない失業保険が、あと数日で入る。返事来た。マジか、あの肉食豪や考えたの君か。ここからモンハンネタか中に全開で親睦を深めよう。200。筋力しても尽くしは尽くしだぞ。200。オケ送った。突然話が変わったな。返信まだかー。と返信来た。うん、つまり、どういうことだってばよ。誰か説明を。210。つまり、一緒におまぐきんしないか。210。OK、送った。せっかくだからしないかをしないかにしてみた。返信来た。それは構わんけど何日くらいだい。こいつやる気だ。日数、217。失敗した時の罰ゲーム、220。一週間、モンハンコスプレ。217、220。OK、送った。PSP 買おうかな。せっかくできた友達大切にしないとね。一週間くらい余裕だぜ。アンカネオマルキン、ワゴタ。ところで返信は？返信来ない。おマルキン1週間がきついのかな。返事が来ないので明日の朝1メールをアンカ。235。ビンビンに朝が聞きましたお。235。OK、明日の朝1で送る。いい友達ができてよかったな。保守。とりあえず返事来た。217のおマルキン日数と罰ゲームに対して、承知いたした。失敗したらバケツヘルムに踏んどしか。ちなみに、朝1メール、235は、昼間気づいたんだが女友達に間違って送っちゃったよ。返事が、来ないのが怖い人オーガさんへメールアンカでもしよう。255。ふんどしはお互いでプレゼントね欲しい。255。オケ、送った。今日は頭痛がひどい。頭が痛いと言ったきり、一致忘れに書き込みをしなくなったよ。お大事に。あれから3日が過ぎた。次のレスは日付に注目しておこう。スペマグママだ。被災地だったが、生きてるのを祈る。まさ、かな、無事でありますように。今来た、心配だな。追いついた、やばくねえか。心配になってきた、追いついた。無事を祈る、追いついた。
そういうことか、涙が止まんねえ。せっかく友達できかけてたのにな。おいおい大丈夫かよ。焦げかがだったのに。生きてることを祈って保守。追いついた。嘘なご。保守。頼むかが生きててくれ。まさか一致がと心配するスレミン。保守しながら一致を待つよ。普通に生きてるよ。きっと避難所生活なんだよ。保守。被災地の人だったっぽいな。無事でいてくれ。明日で1ヶ月だぞ。399。ほんとだ。そんなに経つのか。生きよ。まだ戻らないのか。無事を祈る。パソコン壊れたとかで焦げないとかならいいが。一だけどちょっと身の回りの整理つけてきた。今回の地震で住んでいたマンションが流された。地震の時に肋骨折ってちょっと前まで病院いたけど今は実家に帰ってきて、書き込んでいる。まだ肋骨痛むけどこれからどうしようか考えています。今回できた友達にメール送ったけど返事来ない。名前もわからない人だけど無事でいてほしい。みんな待っててくれたようで嬉しい。心配をかけしました。1は無事です。484。うわぁ、本当に、一気なんか。おかえり、484。おかえり、うわぁ、484。生きててよかった、マジで。ただいま、もう一つ報告あったんだ。肋骨折って苦しんでいる俺を助けてくれた人の友人に描いて避難所まで、一緒に付き添いしてくれた。携帯に入っている友人とか安否確認してる時にちょっと話題振ったら、A だったみたいな。A とは仲良くなれたけど B と C はわからない。メアド変更した友人もわからない。他死亡の身元確認できた。一覧に載っていないから生きていると信じたい。一気おかえり、おかえり。マジで被災してたのか。とにかく生きていてよかったよ。おかえりなさい、待ってましたー。はご無事でなびよび。てか A と仲良くなれたとかも落ち着いたが詳しく聞かせてくれ。よかった、本当によかった。スレが残っていたのもびっくりだけどみんな優しくて涙止まらん。助かった時もそうだけど今もすごい嬉しい。生きててよかった。今日は気持ちよく眠れそうだ。一致の期間にスレミン泣いて喜ぶ。一致もそれを見て涙するよ。おかえり、無事で何よりだ。B が心配だな。しかし一致が無事で何よりだ。おかえり、A ってあの A、すごい偶然だな。おかえり、生きてて本当によかった。一致おかえり、もうこれ以上被災地の被災者も増えませんように。生きていたのか、よかった。生きてればマグも受けだ。実家の身の回りの買い物と片付け終わった。いない間に書き越してくれたみんな愛してる。現状報告として仙台から函館へ避難した。 A とは電話とかしてるけど現地でボランティアしてるらしい。俺は職場とも連絡取れないし、まだ現地が気になるから肋骨も良くなったらボランティアしに行く予定です。向こうにある荷物とか探さないと見つかるわけない。とりあえず今は体直すことと少しでも現実を受け入れるためにカウンセラー行ってる。今は落ち着いたけど夜中目が覚めたり目の前で流される光景が夢で見たりして、なかなか落ち着かなかったけどだいぶ落ち着いてきました。無理すんなよ。体が一番大事。時間がかかるなら時間をかけた方がいい。辛いと思うけど今は無理せんとゆっくり休め。一の友達が無事でいることを祈る。今はゆっくり休め。体直すのが最優先だもんな。俺たちは待ってるぜ。ちょっと A との劇的な出会いを書こうと思う。3月11日休日だったので昼から部屋の掃除していたら突然地震発生。ちょうど本棚の本を戻している時だったから本棚が倒れてきて、肋骨負傷や印あまり記憶ない。とりあえず本棚から脱出して外へ出る。他の部屋の人たちも外へ出て、来ていて大きな地震というのを認識。この時に同じマンションの友人とメール相手の A と出会う。かっここの時はまだ A と気づいていない。外で地震が収まるのを待っていると消防車、警察がサイレン鳴らしながら、津波が来ました、課題や屋内へ避難してくださいと言いながら走り去っていく。多くの人は車に乗って遠くへ行こうとしていたが、俺たちは自転車しかなかったため、友人と A に肩貸してもらって友人の部屋に避難。地震で TV とか PC の液晶壊れていたので情報を得る手段がなかったけど、津波も強くないと思っていた。窓から津波が来るのが見えて、あ、津波来たわみたいな感じで話していたんだ。1回目の津波が到達した時はあまりひどくなかったから食料とか集めていた。初2回目の津波で道路が完全水没した時にこれやばいわみたいな感じになって屋上へ避難。その途中ずっと A が肩貸してくれた友人はマンション内の人に屋上避難を呼びかけるためにピンポン脱出していたらしい。屋上に逃げたけど結局津波のパワーに負けて流されちゃうんだが、奇跡的に近くの学校にぶつかって A が飛び移ろうとか言い出すもんだから学校の窓割って飛び移る。飛ぶ時に肋骨痛かったけど他死にたくない一心で飛んだ。を他死にたくない気持ちってすごいんだなって思った。う全員が飛び移れなくて何人かマンション屋上に残したまま
流されていった、矢印この時の人は生存不明流れていくの見た時、涙止まらんかったな。学校で球場待つって感じ、この時 A の優しさに濡れそうになった。続きはまた今度需要があれば。すげえ、津波の状況をこんなに克明に書いてるの初めて見た。津波ってやっぱ半端ねえんだな。とりあえず一致おつ。奇跡というか、お前前世でよっぽど善行したんだろな。あれは忘れないな。みんなパニック状態だったけど A が元自衛隊だった。からみんな落ち着かせてくれたな。 A なかったらみんな冷静さを失っていたと思う。自衛官は礼儀正しいから最初のきっかけメールが来たんだよ。間違っておいてなんだそんな言い回しはって言うんだったんだろうな。改めて今追いついた。584だけど A が学校に飛び移るって言ってなかったが、一気は多分多品出たんだよな。 A が自衛隊だったことといい、こういうことって本当にあるんだな。奇跡としか言いようがない。銀オーガさんは無事なのか？銀オーガさんはまだ連絡取れない。どこかの避難所にいると願いたい。共通の友人も避難所で生活していると思っている。あの時の出来事は忘れたくても忘れられないから文章として書いてる時は思い出しちゃってガクブルだけど、書いてると心が落ち着くっていうか、現実として受け止めている自分がいるから書き終わると安心するんだ。595書ける時に書いてね。ちょ、今読み返してたら一気報復で A の目はどうで相手にと動くしてるじゃねえか。謝っとけよ。603、しかし確かに A には謝っていた方が無難。A に惚れた。一気がいい友達に囲まれててうがましいよ。しかし A って同じマンションだったのな。友達つながりでそう遠くはないにしろ、奇跡的だな。同じマンションの友人の友人が A だから、A は同じマンションではないと思う。がしかし、すごい確率の出会いだな。ただいま待っててくれてありがとう。みんなにただいま。ちょっと報告。肋骨良くなってきて、体ひねっても痛くなくなった。でもくしゃみするとちょっと痛い。ちなみに A は同じマンションに住んでいないです。友人宅にたまたま A が遊びに来ていたんだ。A のメアド、出会い系に登録したの忘れてた。ゴールデンウィーク明けに現地行くからその時謝ります。許してくれるよね。前回の続き、何人か学校に飛び移ったら、校内には避難してきた人とか子供たちが、いっぱいだった。先生や大人たちが誰いる誰いないって確認していた。実際学校での救助待ちは2日くらいだったかな。食料、トイレ、夜の寒さとかマジヤバかった。懐中電灯はあったけど、夜はカーテンを毛布代わりにして寝た。食料は何もないような状況だから、すぐ救助来なくて1日が長いって思ったし、夜が怖い、寒くて眠れない。腹が減ったけど何もない、肋骨も痛い、救助も来ない。涙が出そうな時もあったけど、似たような状況の子供たちが元気にしているのを見て頑張ろうって思ったな。A もみんなに話しかけたり子供たちと遊んだりして、周りに気を使っていた。のを見てやべえかっこいいって思った。救助来た時とか最後まで残って全員救助されるまで待っていたり、頼れる男のオーラが出ていたわ。あんまり書くことないんだけど、どうしよう？ 3 月はまだ寒い時期だったから、避難所生活は過酷だったろうね。おかえり、被災地かなり深刻らしいね。自分も大学キャンパス三陸にもあってもどに学生が住んでいるとこ、やられたらしい。まだ50人行方不明だし、一面何もない状態だとか。地震後にすでにつけてそのまましばらく見てなかったけど生き戻って来てたのか、無事でよかった。てかええかっこよすぎんだろきっとな。おこがれるけど許してくれるはず。社外頑張れよ。マンションが流されるというのがイメージできん。そこから学校にぶつかり飛び移るというのもさらにわからない。すごいな。皆さんお久しぶり。ちょっと報告あります。4月下旬から肋骨も治ってきて、実は今被災地に来て A と一緒にボランティアしているんだ。iPhone から書き込もうとしたら、書き込めなかったので、A の友人の回線借りてます。先日 A に会って謝ったんだ。そしたら結構怒られました。でも受信拒否したからいいんだと許してくれました。覚えている範囲で、お世話になった避難所で、よう元気してたか？おう、あらがくっついたか？くっついたから手伝いに来たんだよ。正直くると思っていなかったら見直した。でもやることなんてほとんどないけど助かるわ。片付けとかやること多すぎじゃないの？ボランティアセンターみたいなのが機能していなくて、ボランティアが余っているかが無駄な人多すぎだわ。なるほどな。俺来ない方が良かった？うん、怪我人はいばん。寝るところも考えてないだろ。うん、ボランティアが集まるところあるかなって思ってた。俺の仮設住宅あるかがそこへ来い。避難所はピリピリしてているとつらいぞ。ありがとう。即席ラーメンとか持ってきたぞ。ここでそげ出すと取り合いになるかが後でな。こんな会話をしながら仮設住宅へ行った途中、現場の状況とか話してました。水道、食事、暖房設備、通信関係はでっかいアンテナつけた車両が数台、
止まっている、制限はあるけどなんとかなっているみたい。被災者はある程度仮設住宅とか疎開して避難所離れているかな。でも財産流された人かっこお金がない人は避難所生活らしい。避難所の中でもお金ある人は商店みたいなところで買い物してるけど、お金ない人は支給品しか食べられない。だから即席ラーメンとか避難所では絶対に出すなって言われたみたい。お菓子とか持ってきてたけど、子供に絶対にあげるなって言われた。些細なことが争い事の始まりらしい。お金あるけど車ない人は車ある人に買い物頼むけど、ガソリン代をめちゃ取られていたり、貴重品の盗難みたいなのもあるみたい。治安が悪いし、空気も悪い、おかしくなるような場所だわ。まだまだたくさん報告したいけど、この辺で次回は謝って怒られたところかな。現地についてからレッドバロン仙台で KLX125 買いました。被災地で現在連絡係、買い出し係として大活躍中です。燃費もなかなかいいですよ。許してもらえてよかったな。しかし被災地がそんなにカオスとは。 B の安否はまだ若がないのか。追いついた。何気なく被害たすげでこんな気持ちになるなんて。とりあえずは一気が無事でよかった。現実は想像より厳しい。 B はきっと生きて無事なんの伸びの良さで今頃ワイワイやってるだろ。B 無事でいてくれ。俺は元気だ。疲れているけど元気だ。みんな元気か。復興に何年かかるかわからんけど、みんな応援してくれよな。仮設住宅での話から昨日までの大きな出来事書きます。俺は A と一緒に支援物資の仕分けやボランティアセンター設立とか仮設住宅受付とかやってます。ライフラインは制限ありだけど使える状態。通信網は徐々に復活してるみたい。避難者は少しずつ減っている。県外避難だよね。年配の人とか行く当てがない人は残っていますね。前回の続き矢印。仮設住宅内でボランティア状況やこれからのことを話して出会い系登録の話をしました。前に俺が入院中に友人たちの安否確認したじゃん。ああ、何人か連絡つかなかったよな。でさ礼儀のないメールしたのが A だったじゃん。あったな、そんなのもう忘れろよ。実はさ、あのメールめちゃくちゃムカついてさ、出会い系に何十件も登録しちまったんだよ。あ、本当にごめんなさい。なぜあんなことしたのか覚えていないんだけど、ご迷惑おかけしました。ごめんなさい。ああ、変なとこぼかがめっちゃややメール来たわ。何なんなんこれって思ったわ。登録した後どう思った？登録終わった後はざまあって思ったけど、人王がとメールしてたらなんであんなことしたんだろうって後悔した。人王が？誰だよそれ。あのメール一斉送信したじゃん。あの中で返事来て友達になった人、関係ない人だけど、その人に言われて後悔しました。反省したんならいいんじゃね。俺はメアド変えたかがいいからさ。それより人王がって生きてるの？本名わからないしメール返事来ないしわかんないんだよね。 S メアド変更した共通の友人にも連絡つかないし。 S は今実家に避難してる。人王が中二病みたいなやつのメアド教えろよ。これこれ。ああ、こいつか知ってるけど、知らん。高校の時同じクラスだったけど影薄すぎて覚えてない。明日 S に聞いてみよう。生きてるといいな。でも、本当にごめんなさい。もう気にするなって。こうして出会えて、生きてるいい経験じゃね。俺が助けてたのがあのメールのやつとかドラマかよ。ありがとう、奇跡だよね。まさかボランティアは口実で謝りに来たとかじゃねえよな。違う違う、お世話になった土地でなんかしたいと思ってさ。どうだかお前良いやつだな。これからもよろしくな。よろしく、って感じになりました。結果許してくれた。あ、って言われた時丸されるって思ったけど、仲直りしました。5月11日黙祷の時間が終わって仮設住宅で休んでいると。疲れたな。もう2ヶ月だよ。いつまでこの景色続くんだろう。もう2ヶ月か。瓦礫の撤去もできてないもんな。でもボランティア増えてるし重機だって入ってきてるし、もう少し頑張ろう。今やってることってお金にならないけど意味のある行動じゃん。俺さ、自衛隊辞めてから仕事していなかったんだよ。今やってることって自衛隊だってやっててさ、結局自衛隊辞めても似たようなことしてて、なんで辞めたんだろうって思う。なんで辞めたん？なんでだったかな。試験に落ちたんだよ。2年ごとに試験があって受かれば期間なしの正規の隊員になれるんだけど、落ちたから辞めたんだったかな。後悔してるの？してない。でも今はしてるかも。今はここ終わったが休んでからまた試験受けたいな。受ければいいさ。 A には自衛隊が似合ってる。なんか頼れるし、俺なんて仕事辞めて何も考えずニートしてたよ。今はニートでよかったって思う。仕事してる時は毎日が嫌だったけど、今は充実じゃないけど楽しいってのも変だけど、ボランティア終わったらなんか新しい仕事探せそうって思える毎日だし。もう少し頑張ろうかって寝たんだけど、 A の様子が変だった。いつも以上に弱気になってた気がするんだ。2日後 A が倒れた。疲労蓄積と寝不足だったらしいけど、かなり焦りました。続き。
2、3日入院している時知らない女性が病室にいた。こんにちは。こんにちは。A の知り合いの方ですか？ A とお付き合いしている D の姉です。あ、彼女いたのか。でもなんでお姉さんが、ここに、D はお怪我でもされたんですか？ D はこの前遺体が見つかりました。ここでボランティアしてるって聞いたので、渡したいものがあったので来ました。そしたらここ休んでいると聞いたので伺いました。あ、そうでしたか。寝不足状態で動いていたから貧血みたいなもんです。A ならすぐ治ります。そうですね。あなたは A の友人ですか？そうっすね。避難するとき助けてもらったのが出会いですけど、今一緒にボランティアしてます。俺の経緯やらいろんな話を少しした格好めっちゃ美人で緊張したので内容覚えていない。くんかくんかしたい匂いでした。あなたはいい人ですね。A の支えになって頑張ってください。時間なのでこれで失礼しますね。また来ます。こいつ本当に寝不足だったんだな。起きない。ゆっくりさせてあげましょう。また時間改めて来ます。あなたもいろいろお忙しいでしょうから、起きたら連絡しましょうか？あ、はい、お願いします。こちらにお願いします。わかりました。起きたら電話しますね。こうして美人なお姉さんとのレクリエーションは終わりました。次の日 A に会いに行った時に D と D の姉の話をしました。元気か？昨日 D さんのお姉さん来てたよ。え、そっか、なんか言ってた。D さんの遺体が見つかったってそれと渡したいものあるって言ってた。そっか。起きたら連絡するって約束してるから連絡してくる。おう。今来るってさ、俺は戻るわ、元気出せよ。ありがとう、ちょっと待って、いや、なんでもない。話したくなったらいつでも聞いてやる、今はゆっくりしてな、家で待ってるよ。ありがとうな。D の姉と A が何を話したかわかりませんが昨日 A が退院しました。昨日の出来事今日の出来事明日に書きたいと思います。ネットにつなげる環境に行く機会があまりないですが、書いていきますね。ところで震災後に現れたエッチは本物なの？まあこんな惨事でなりすます。やつなんていないだろうが。連れ立てた本人です。信じるか信じないかあなた次第。先代だったのか、同じ境遇だったのだな。若林区の方だよね。頑張って。瓦礫撤去が進んでいない地域あるけど、徐々に仮設住宅や支援物資搬入、されてるからもう少し頑張ろうな。A、友達なった。B、行方不明。C は？ B は、B は、C は、C は、明日書きます。A、友人。B、明日書きます。C、明日書きます。意外と文章にするのって大変なのね。また明日。ゆっくり休みなね。おかえり、ち。A は、残念だったな。すぐには気が晴れんと思うが励ましてやれよ。お疲れおかえり。こんなにスレの内容が変わるとは思わなかった。一と A 本当にいい関係だな。この出会い奇跡のようだけど必然な気もする。一も A も体大事に。いかんわ。年寄りは涙もろくなる。昨日の続き病院へ。退院おめでとう。しばらく休もうぜ。おうに3日休んでまた頑張ろう。行きたいところあるんだろ？ 2 ケツでツーリング行こうぜ。125で2ケツとかパンクしたらどうするんだよ。大丈夫、ゲル状のパンク修理キットあるから。使い方わかんの？知らんけど説明書通りやれば大丈夫じゃね？遭難させる機械が使い方わかるかがいいけどよ。ならオッケー。の彼女の D が仮土葬される現場へ。火葬が間に合わないから腐敗とか防ぐため、土葬して火葬待ちって感じ。知らない人だけど、やっぱり埋葬ってすごい悲しいですね。花なんて売っていないから、国役所が用意した少しばかりの花と、知人友人の手紙を添えることしかできませんでした。いくら仮土葬でもちゃんと埋葬したいけど、それが難しいのが現状です。この仮土葬にが来ていたから D のこと聞きました。OS だよな。おう。生きてたのかなんで連絡しないんだよ。携帯流されてさ連絡しようにも連絡先携帯に入っているから。わからない前高校同じだったやつは名簿から連絡できたけど。まあ、確かに、自分の番号すらわからないもんなでも生きてて。よかったよでさ B さんって生きてるか知ってる？え、B、お前 B のこと知ってるん？あ、ちょっとね。あいつは生きてる、元気だけど元気ないわ。生きてる元気がないって？地震と津波でさ、右手、折れたんだよ、でさ、おまるみできないって嘆いてた。お前めっちゃ焦ったべ。あいつにとっておまるみは日課なんだよ、多分。おまるにーできる状況かよ。アホだな D はどこにいるん？の入院してたとこだよ。マジかよ行こうぜ。ああ、あと C かっこメアドは？C は市役所で働いてるから、めちゃくちゃ忙しいんでね。そうなんだ、メールの返事来ないから心配してさ。市役所だから忙しいんだろうな、D のところへ行こうぜ。C と B の安否が確認できたんだー。今でも信じられん。早速会いに行きましたよっと。続き、美味しいエロ本持ってきたぞ。看護師系か？いや、ロリ系だ。看護師系じゃないとスラグ立たないじゃないか。フラグなんかねえよ、おなきんしろよ。ひなびてにゃいけないからできません。てかドキバさん。スペマルマと申します。ええー、いや待てよ、スペマルマ。あの、
超能力使えるやつだよな。連れたものの、なんかを操る。おう、地震で頭打ってやり方忘れたけど、そうだが何か？おい、お前が頭大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。矢印多少ずれてたけど同じ返しをした。そうか。あれーやね、何年ぶりだろう。そうだ、通学の時かした。お金返してもらえません。え、借りてたっけ？うん、週1で3000円持ってこいって蹴られたの覚えてる。うわぁ。あ、え、マジで覚えてない。いじめる方は忘れてもいじめられた方は忘れない。マジか、ごめん覚えていない。嘘です、サーセン。てめえ。ごめん、冗談だよ。おまるにできてなくておかしくなってきたんだ。どんだけしたいんだよ。もうね、2ヶ月と2週間くらいしてない。そんなことは聞いてない。まあまあ、俺は元気な。頭打ったのかな。重傷だな。気まぐこは死んでるな。いつでもビンビンな。元気だからもう行こうか。そうだな。B、助けてくれ。夢丸したらどうしようって毎日思うんだ。また来るわ。B、気をつけて帰れよ。俺のこと忘れるなよ。B はリアルでもメールみたいなやつだった。こいつとリアルで友達になってたら人生楽しそうだなと思ったけど、絡みにくいやつだなと思ったよ。実際もっと会話してるんだけど、覚えている範囲です。B の前向き、バカみたいなやりとりで A も少し元気が出たみたいでした。これから一緒に笑顔を増やそうって意気込んで明日から頑張ります。A、恩人、友人。B、生きてる、仲良くなった。C、生きてる、でも会ってないのでいつか会いに行く。S、生きてる。生きている人と出会える喜び、亡くなった人の悲しみを現場で感じました。失ったものは大きいけど、人のつながり、出会いという、見えないもの、生きる喜びを感じました。今回の東日本大震災で亡くなった方々、ご冥福をお祈りいたします。生のある現場で希望を忘れない避難者を応援できるように、これからも頑張っていこうと思います。すれ立てた時はこんなことになるなんて想像してなかった。こんな素晴らしい出会いのきっかけが2ちゃんでできるなんて思っていませんでした。最後にみんなの温かい保守が俺の元気になりました。被災地復興にどれだけの時間がかかるかわかりません。皆さんの協力なしでは日本は立ち直れません。みんなで1000まで日本を応援しましょう。おかえり。 B も C も生きていてよかったな。俺は1000までとかではなく、いつまでも日本を応援するぜ。やっぱりちょっとした人とのつながりでも大きな財産だよ。このスレのつながりもきっと将来大きな財産になるはず。こっちこそ、一致に元気をもらった。大変な中書いてくれてありがとう。ずっと応援する。頑張れ、一致。そして日本。一致、お帰り。ほんとよかった。一致も A も B も C も S も元気そうで、ほんとよかった。月並みなことしか言えないけど、頑張ってください。自分もできることで支えになれたら良いなと思います。とにかく、一気の知り合いが無事で何よりだ。一気も無理して倒れないようにな。追いついた。頑張れ東北、頑張れ日本、頑張れ一気。たった3ヶ月で一人の男がこんなに成長するすべがあるかがリップは見逃せんな。流された屋上の人たちが無事でありますように。 D さんの冥福も祈りたい。スレタイと最新レスの内容乖離しすぎてなんだこれと思ったら、みんな生きててよかった。日本は絶対元気になる。頑張ろう。うん、なんかこううまく言えないんだけど、一気も、みんな、ありがとう。日本は頑張れるね。本当に無事でよかった。肋骨はもう大丈夫なのか？無理すんなよ。ちょっと報告。914、肋骨大丈夫です。あとちょっと報告。雨とか怖い、ちょっとした雨や地震が恐怖するような状況だわ。こっちの状況はあんまり変化ないけど、仮設住宅とかコンビニ、スーパー、露店みたいな感じで最低限生活、できるようになってきた。ただ日に日に身元確認、死亡者名簿が0人だったり数人だったり、安否状況がわからない人とか多いみたい。名前出ないってことは生きてる確率もあるだろうけど、せめて遺体は見つかってほしいよね。それでも前みたいな絶望感はなくなってきてる。みんなに笑顔が戻ってきたかなって思う。頑張れ日本、頑張れ東北。気づいたが戦機かいんだな。あの歴史的な大地震のせいでスレの内容どころか日本が大きく変わっちまった。運命をまたいだスレになったな。一と A たちと東北のみんなに幸あれ。バイト頑張ってたくさん募金してやんよ。ぬるぽ。人と人とのつながりって本当にすごいね。一三個でからも頑張ってくだぬるぽ。992、ガガガ、もう終わってしまうのかぬるぽ。このスレも終わりか。一、つながりを大切にね。千ながみな幸せ。スレたいからは到底想像つかない結末だったね。東日本大震災は未曾有の災害となってしまったけども、スレのみんなは一致を心配して、待っていたんだ。一通のいわば間違い一斉送信メールから友達ができて、震災が起こった後も助け合える仲間になってくれてよかったよね。
このチャンネルでは毎日面白ネタ、感動ネタの動画を配信しているよ。少しでもいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してね。